雪やすげえわ、こら。ワクワクするような雪が降っております。今は時間はね、10時前ですね。まあ10時前の昼の雪なのでね、ほぼ積もることはないですわ。積もることはないんだけれども、降りて作業するのに寒いね、これ。嫌だな、寒いな、これね。雪の降る街、おーわわわわ、雪の降る街、おーわわわわ、わわ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 。今日高速道路走ってるうちの車大丈夫かしら。雪もそうだけど風が強いんでね、暴風雪警報が出ていますよ。かなり風が、200メーター向こうの信号の色が分かりませんな、これは。信号があるんですけどね、信号の色が分からないと多分今分からない。前の車の動きを見ないと。赤ですな、今赤になったのか。ゴミが、でこの辺のね、昼の雪ってバーッと、まあ例えば10分間バーッと降ったら、その後はね、こういう風に晴れ間がね、出るんですよ。なのでね、積もるということはほぼないですね。積もるようなことはほぼないですわ。まあ積雪の心配はないんですけれどもね、積雪の心配はないんだけれども、これ雪がバックミラーにつくわ。なので今このバックミラーのヒーターのね、スイッチを入れましたわ。こうしないとバックミラーにね、雪がついてしまって見えなくなってしまうんでね、バックミラーのヒーターを今入れましたわ。あら、なんだこの車は。右折車線からこっち来たのか。で、左巻き替え、変なの。この辺の車じゃないんだろうな。で、視界が悪いんでね、やはり今日は60% とか 60% ぐらいちょっとね、落としていかないと危ないです、こういう日はね。視界もね、ほんと 100m かな、これは。なのでね、まあ路面が凍結するというのは絶対ないので。寒い、今外気温がね、2度ですよ。もしかしたらね、朝の気温よりは下がってますね。朝の気温よりはもっと低いんじゃないかと。多分朝はね、4度とか5度とかぐらいじゃないのかな。多分今寒波がね、ぐわっともうこの辺まで降りてきた感じですかね。まあ、バックミラーもヒーターをね、かけたおかげで、そのバックミラーの水滴じゃない、雪は今溶けましたけれどもね。すごい雪つけてますね、ダンプ。頑張ってください。怖いですよね。
スリップの心配はね、ほぼないと思うんですけど、やっぱ視界が悪いんでね。で、風が強いでしょ？まあトラックはね、横風でそんなハンドルをね、ガーッと取られるようなことはないと思うんですけれども、そんな中でもトンネルの出口、入り口よりは特に出口ですね。出口だとか、橋の上ですね。今私これ、三田尻大橋と言うんですけどね。ここはまあ、橋短いし、ここはそんな飛ばしてね、行くような橋ではないのでね。特にスピードが50キロだとか60キロだとか走る、そういう橋の上。あるいは高速道路ね、70キロ、80キロ、90キロ。出せるような場所でのね、そういった橋の上なんかは横風に注意しないとハンドルをね取られて思わぬ事故になったりねしますんで、まあ、風の具合もね、この雪の具合をね見れば風が強いだとか弱いというのはね分かるんでね、今そんなに雪は舞ってないのでね、風はちょっと収まってんのかなと思いますけれども、この辺うっすら白くなってますね。まあ左側の方は雑草ですからね。でちょっと日陰になっているんでね、雪があたかも積もっているように見えますけど、これ全然大丈夫です。で路面の雪はね、もう昼の雪ってね、すぐ落ちたら溶けるんでね、それでも私が履いているようなスタッドレスタイヤはね、雨に弱いですね。なので本当ね、ガッと急ブレーキ踏むとね、思わぬスリップなどね起こしてしまうので。何か落としてるな緑色の何かを。なのでスリップとかはね、よく注意しないと。それにしてもね、私今からリフトでね降りて作業するんですけどね、ちょっと雪とかがね降り込んでくるので、で吹きさらしのところでやるんでね、寒いなという思いですわ。まあその作業も20分で終わるんでね、まあ20分間ちょっと寒さと戦ってこようかなというところですね。去年はね、全く降りませんでしたわ、雪が。こんな状態でね、降ったというのはね、一回もなかったですね、去年は。なので、まあ、例年通りで言うんですかね。まあ、毎年これぐらいはね、いつも降りますわ、この程度は。この程度はね、いつも降りますので。もう雪のピークは過ぎましたねやっぱね、10分間ね、バーッと降ったと思ったらね、もうあとはお日様がね現れて雪をね溶かしてくれるので、ほんとね、昼の雪というのはまあほぼ大丈夫ですわ。この辺ではほぼ大丈夫です。まあ山間部に行ってもね、まあ積もるようなことはほぼないですね。よっぽど島根県の県境とかね、広島県の奥の方にね、行かないと。そんなにね、降りはしませんね。はい。山口県でも、阿東町、徳佐というのがあるんですけどね、阿東町だとか。その辺はね、結構標高がどうだろう、700メーターぐらいあるんでね。結構、雪が積もる場所でもあります。それでもね、寒いんでちょっとね、私も高齢者なので、しっかり屈伸運動とかね、腰をねぐぐっとひねって作業に移りたいと思います。